ペリー・サターンのリングネームで知られるペリー・サトゥーロはアメリカ合衆国のプロレスラー。オハイオ州クリーブランド出身。17歳の時から4年間アメリカ陸軍に入隊している。ジョン・クローナスと出会ったことによりプロレスラーになることを目指し、キラー・コワルスキー主催のレスリングスクールにてトレーニングを開始。1990年、キラー・コワルスキーが主催する団体である。 EWAF でデビューを果たし、テラライジングとタッグを組んで活動した。同年、リングネームをペリー・サターニへと変更して、クローナストのタッグチーム、ジ・イリミネーターズを結成。1991年より、ジェリー・ジャレットが主催する、アスワに参戦。1993年2月、初来日を果たし、新日本プロレスに参戦。ランボやトニー・ホームと組んで出場した。 1994年4月25日、アスは似てアスは世界タック王座を保持する、ブライアン・クリストファーエディ・ギルバートに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。1995年9月、クローナスと共に、ECW と契約を交わし入団。入団して早々タック戦線で活躍。11月18日のノーベンバーツーリメンバー1995では、 ピットブルズと対戦して敗戦したことにより構想を開始。1996年2月3日、ビッグアップルブリザードブラストにて ECW 世界タッグ王座を保持するミックホーリーマイキー・ウィップレックと対戦して勝利し、ベルトをダッシュ。王座退官後はトップとして君臨し、ダッリー・ボーイズ、ザ・ギャングスターズといったタッグチームと王座をめぐって激闘を繰り広げた。 1997年4月13日、ダッドリー・ボーイズから ECW 世界タッグ王座をダッシュして3度目の大会となるが6月に ECW から退団した。ECW 退団後、1997年9月に WCW へと移籍。サターンのリングネームで入団して、早々11月3日には WCW 世界 TV 王座を保持する。 ディスコインフェルノに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。1998年1月、レーベン率いるレーベンズフロックへメンバー入り。1999年5月9日、レーベンとのタッグで、WCW 世界タッグ王座を保持するクリス・ベノワ、アンド・ディーン・マレンコ、レイ・ミステリオ・ジュニアキットマンと3ウェイ、タッグマッチによる王座戦を行い勝利し、ベルトをダッシュした。 5月よりレイベンズフロックから脱退してベビーフェイスへと転向しクリス・ベノアとタッグを結成6月10日に WCW 世界タッグ王座を保持するダイヤモンド・ダラス・ページクリス・キャニオンに挑戦して勝利しベルトをダッシュした2000年1月 WCW での起用法の不満から同調したベノア・マレンコ・エディ・ゲレロと共に WCW から退団した。WCW 退団後、2000年1月に、WWF へと移籍。ベノワマレンコゲレロとラディカルズなるユニットを結成。結成して早々トップ戦線に乗り込み、トゥークール、ニューエイジアウトローズと構想を展開した。5月に、ユニットは解散。WWF ハードコア王座、WWF ヨーロピアン王座戦線へと切り替え。 ラディカルズの元メンバーたちと構想を展開。2001年よりマネージャーにテリーを従えて活動していたが、ある日頭を強く打った衝撃でモップをモッピーと呼称して愛するという気候に走るようになり、テリーと破局した。以降、コミック路線で活動していたが2002年3月、WWE から退団した。WWE 退団後、2002年10月より、 WWF や WCW に所属したレスラーたちが集結したワウィンに参戦。ECW 時代に戦ったサブウー、サイモンダイアモンドと連戦した。2003年1月、10年ぶりに新日本プロレスに参戦。外敵としてジョシュ・バーネットや高山義弘と組んで出場した。3月よりティネに参戦。ECW、オリジナルメンバーで結成されたユニットである。 チームエクストリームの一員として会期派ユニットであるディサイプルズ・オブ・ザ・ニュー・チャーチとハードコアマッチでの構想を展開した。6月には再び新日本プロレスに参戦しダンディバインとのタッグで出場。9月にはジミー・アン・ブリッツと組んで出場した。2004年4月、強姦犯から女性を助けようとした時に犯人から3発銃弾を浴び重傷を負う。 その傷が元で、プロレスができない状態であったが、治療及びリハビリに宣言したおかげで2010年には、WWE のバックステージへ出向くほど回復した。プロレス復帰に向けて、トレーニングに励み、2011年11月に、インディ団体である大野 PPV である、ナイト・オブ・ザ・レジェンズにて復活を遂げ、CW ・アンダーソンと対戦して、勝利で飾った。2012年、 フルスである WWE にロードエージェントとして復帰。6月30日にはエクストリームライジングに参戦してパパドンと対戦して勝利した。2013年5月24日、ミュージシャンのビリー・コーガンが主催する RPW に参戦。レイベント WCW 以来となるザ・フロックを再結成してブレディ・ピアースマッドマン・ポンドと対戦して勝利した。他、 アメリカのインディー団体を中心に多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。